オニタはなぜ女の子を助けたか黒鬼の子オニタは気がいい鬼だ飛んでいった洗濯物を持ってきたり靴を磨いたりしかし人は鬼を豆で追い払うオニタは思う鬼にもいろいろいるんだけどな 節分の日、鬼太は、一軒の貧しい家に入り込んだ。病床の母が、看病する娘に、何か食べたかと聞く。娘は、節分のごちそうを、お裾分けしてもらった、と、嘘を言う。天井の針で聞いていた鬼太が、台所を見るが、何もない。鬼太は、窓の隙間から出て、ごちそうを運んできた。 麦わら帽子をかぶって現れた鬼太に女の子は豆をまいて鬼を追い払いたいという鬼太は力が失せる女の子が玄関に戻るとそこに麦わら帽子と黒豆があり鬼太は消えていた女の子は鬼は外と叫んで豆をまいた鬼太の帽子アマンキミコ 教科書にも載っているね。悲しい話だ。報われない行為。これはテーマになる。しかし、こうも思う。人は、報いや見返りを求めて、良いことをするのだろうか。確かに、損得と計算で生きる人はいる。やってもらう側は、感謝するしかない。感謝しろという、傲慢なボランティアもいる。 手を差し伸べる方も難しい。やりすぎれば、相手は潰れる、あるいは歪む。行為は、する方も、される方も慎重でなくてはならないものだ。多くの読者は、きっと、鬼太が女の子にしたことを善意と見る。誰だって、貧しい星を放っておけないよね。そこなんだ。鬼太は、 母思いの女の子の嘘を簡単に実現させる。だけど、鬼太は女の子に与える影響を考えたか。嘘が本当になって、女の子は希望を持ったかもしれない。一方、世の中の不思議を見てしまったかもしれない。一生忘れられない出来事だろう。鬼太はただやってあげたかったんだ。きっと、 胸がキュンとなったんだろうね。気がいい、人がいい、鬼がいい。しかし、それでいいのかと考えてほしい。願いが山ほどあろうと、それは、本人の努力でしか実現しない。努力したからといって、すべてが実現するとは限らない。鬼田の行為が、女の子に、プラスに作用したのならいいが。そして、 鬼退治をしたいと言われる。その切なさが、鬼太を一歩成長させる。好意でしたことなのに、と思ってはいけない。相手の身になるという言葉は、美しく聞こえるけれど、生半可なものではない。誤解されることだってある。この話が持つ一種の毒を読み取らないと、つまらない。人もまた、帽子に角を隠している。 鬼はどこにいるか。神や仏と共に、君の心の中にもいる。鬼は、先人の戒めかもしれないね。